ひろがねっちチャンネルへようこそ。こんにちは。今回の動画はこの水槽、皆さん見てください。水草のアヌビアス7、やっと緑が戻ってきたんです。前はこんな感じ、苔だらけ。この木酸液、これは原液、倍に薄めて苔だらけのアヌビアス7にホイルでシャッとかけます。その後水で洗い流しますよ。この木酸液は土壌改良や植物活性、植物の虫よけ、犬や猫よけにも木酸液を使うときは野外で使ってくださいよ。匂いが残りますからね。煙臭いですからね。ずいぶん前にバラの花を育てていたときに油虫よけに使っていました。皆さんも知っていますよね。今さら説明しなくてもいいか。私は水槽の苔取りは初めてなんです。また勉強しちゃったな。金魚飼育ちょっと進歩したかな。また水草を植えたくなりました。金魚たちになるべく食べられない固めの水草ってことで、この動画の撮影日は休日でした。そして月末でした。今日は朝から水槽2つ掃除して、月1回のコストコにお買い物にお出かけ、その帰り道に熱帯魚屋さんに寄ってきました。水草が欲しくなり、どれにするかな。柔らかい水草は金魚たちに食べられちゃいますよね。どれにするかな。考えました。結局決めた水草は、熱帯魚屋さんで買ったものはカルキ抜き、一番大きいやつ、そしてポンプ、エアー吐き出し口2個用、これは和金水槽用に前のポンプが調子がいまいち、購入しちゃいました。そしてスリムなエアーストーン2個、2個買っちゃいましたね。エアーフォース用キスゴム3個入りね、1袋。買った水草は結局アヌビアス7なってしまいました。このアヌビアス7、卵中水槽に入れてみますね。ではエアーストーンを変えていきます。今つけてるやつはちょっと出にくいんだな、泡がね。では買ってきたエアーストーンをつけてみましょうかね。どんな泡になるのかな、楽しみ。ちょっと水槽のものを買っただけでもワクワク楽しいですよね。水槽がどんな感じになるのか、ほんのちょっとだけなのにね、不思議ですね。楽しい、ほんと楽しいですよね。
では水槽の上の蓋を外してつけていきましょうかね。ちょっと画像が暗いかな。ではちょっと正面から、水槽半分しか見えませんね。後ろ姿がでかくてごめんなさい。この時はちょっとエアストーンのホースと元からあるホースがちょっと合わなかったのかな。ちょっと手こずってますね。終わったかな。付け替えが終わりましたね。泡の出方はどうかなって見てるんですよ。最初の時はそんなにたくさん泡出なかったみたいですけど、時間が経ってくるとだんだん泡が小さくなって、小さい泡がたくさん出るようになりました。泡がちょっと大きいでしょうね。この時はやっぱしまだ小さい泡じゃないですからね。大きい泡が出始めてから後で小さい泡に変わるんでしょうね、きっと。もうこれ変えて何日か経ちますけど、今はもう小さい泡がいっぱい出るようになりましたよ。この画像でこの水槽2匹ね、金魚がね少ないんです。ちょっと体調が悪かったみたいで、すぐに遠浴しました。3日から4日ほど遠浴しましたね。それからまたこの水槽に戻したんですけど、この画像はその時の画像なので2匹少ないんです。今回の動画はどうでしたか？ご意見、ご感想、お聞かせくださいね。次回の動画は卵中水槽の水替えとエアストーン付け替えたり、また水草アヌビアス7入れていく様子を動画に考え中なんです。どうでしょう？どうですかね。また月曜日にこんな動画制作中って配信します。待っててくださいね。今日も最後までご視聴くださりありがとうございます。最後に、今週の月曜日の朝、また和金たちが産卵したんです。それをショート動画にアップしました。本当粉雪みたいでしたよ。卵がいっぱい、下にもいっぱい。ではこの辺でバイバーイ。